ータスーパーセブンのスーパーロータセブン、ケーターハムですね。とにかく260馬力で500キロしかないから、1トンぐらいの車だったら500馬力に相当するパワーウェイトレシオで、まあ軽く真夏でちょっと水温とにらめっこなんだけど、3秒台軽く出てますから、まあもうちょっと乗り込んで車の特性を学んで冬にタイムアタックしたら、もう間違いなく GTR 速いでしょうね。1秒台から00秒台は出ちゃうと思う。トップスピード180ぐらいしか出てないから、まあインプとかランサーとかそんなもんなんだけど、やっぱりいかに軽いかっていうのが大事だよね。500キロちょっとでしょ、だから普通の車より、まあ速い車1300キロぐらいだから、800キロぐらい軽いのかな。だから軽いから止まりやすいし、まあ、曲がりやすいし、それとあと、まあ、ABS もパワーセーリングもないんだけど、まあ、本当にこうリニアに作られてるから、まあ、雨が降らなかったらドライだったら ABS なくても限界のロックコントロールできるし、ただ困ったのがもうペダルレイアウトが狭くてヒールアンドトゥーができないのね。だからドグクラッチでクラッチ運でダウンするんだけど、回転合わせられないんで、なるべく車速の落ちたところでボンって入れないと、車速落ちてないところでやっちゃうとキャーンってこうなってリアがロックしちゃうんで、まあ、そういう操作性、僕のちっちゃい右足でもブレーキペダルとアクセルペダル届かないんで、まあ、そういうところはありますけど、まあ、でもそれもちょっと工夫すればどうってことないんだけど、でクラッチはもうドグなんで、手前に行くとアップ、前がダウン、非常にダイレクト感があって、でアップの時はもうクラッチ踏まないでアクセル後ろにプッシュバックしてアクセル戻せばギアが抜けてカーンって自動的にアップするし、ダウンの時だけクラッチ踏んでワンワンってやってますけど、まあ、とにかく昔もう30年ぐらい前にコツクバで FJ で乗ってたんで、まあ、それを思い出したし、本当にこういう車でなんかこう50の親父が体鍛えるっていいなと思って、体力もね、ハンドル軽いんだけど横 G が大きいから、結構フィジカルにもちょっとこうスポーツジム行ったような感じのいい汗流せるし、これは値段いくらかするか分かんないけど、GTR 買ってさっき言ったらポルシェ GTR 買ってこういう車できちっと走るのいいと思うな。ただもう無防備なのでね、事故起こしたらかなり体のクラッシュダメージ大きいと思うけど、まあ、こういう車こそ、まあ、タイヤ車とお話しできる対話型のお話しできるリアルスポーツカーだなと思いましたね。エンジンがなんと2リッターでですね、263馬力、本当かなって感じだったけど、まあ、フォードのデュラティックだからフォーカスとかモンデオに使われている2リッターの4気筒の NNDOC なんですね。それを8500まで回して263馬力、だから2リッターでまあ100リッター130馬力なので、まあ、ちょうど S2000 が2リッターで250でしたよね。だからまあ FR ってことを考えても S2000 と同じパッケージなんですけど、まあ、もちろんむき出しのケーターハム、車両重量は S2000 よりも全然軽くて500キロちょっと、だから260馬力で500キロなので1トン換算にするとなんと500馬力を超えてしまうと、1500キロ換算すると1500馬力超えてしまう、まあ、パワーウェイトレシオで2キロパー1馬力ですよね。ですからもう世界のいろんなこうポルシェとかフェラーリのすごいスポーツカーいるけど、もう今回のこのスーパーライトにはかなわないわけです。イギリスのテストではGTR やポルシェ GT2 が速かったというふうに言われてますが、まあ、今日この真夏のコンディションで、まあ、僕も初めてこういう車乗って、まあ、慣れない、まだ自分では8割ぐらいしか、まあ、攻めきれてなかったと思うんですけども、まあ、それでも軽く3秒台出てしまったので、まあ、もうちょっと自分も練習して車の特性を覚えて、条件のいい時走ればもう1秒台は間違いなく出る車ですね。ですからもうポルシェ GT2 や GTR よりも速いと、まあ、もちろんそういったモンスターマシンはもう車の重量が1700キロとか1800キロでトラクション出ないところを無理やり四駆にしてという、なんかこう悪循環、重量ヘビーウェイトスパイラルみたいなところに落ち込んでいくんですよね。結局ターボつけて馬力上げると
いろんなところを剛性上げなきゃいけない。剛性上げると重くなる、重くなると走らないからまたパワー上げる、パワー上げると、まあ、いろんなところをでかいタイヤつけたりでかいブレーキをつけたりしてまた重くなるという、その重量のいわゆるそのスパイラルに落ち込むというふうによく言われてますけどね、まあ、イギリスのスポーツカーはあのライトウェイト、軽さが全てというのがもうイギリスの考える原理原則なので、まあ、つまり世界中走っているまあフォーミュラカーあるいはその F1、まあ、そういったレーシングカーの原理原則、まあ、プリンシプルに従って軽く作ることが大事だということで、まあ、このケイタハム今日あの非常に素晴らしい走りを示したんですね。